ラクダの戦いで退治するアリーとアーイシャラクダの戦いは656年12月に起きたイスラム教徒間の戦闘。第4代の正党カリフに即位したアリーに対して初代正党カリフアブーバクルの娘で預言者、ムハンマドの家父であるアーイシャ、古参の信徒のズバイルイブンはアウアームトタルハが反乱を起こした。戦闘の名前はアーイシャが ラクダに乗って出陣したことに由来する。ムハンマドの存命中から、ムハンマドのいとこであるアリーと、ムハンマドの妻、アーイシャの間には、感情的な対立が生まれていた。ムスタリク族との戦いの後に、アーイシャが、ムハンマド一行からはぐれた時、アリーは、神からの啓示が下るまでアーイシャの提操を疑った、ため、アーイシャはアリーに恨みを抱いていた。 ムハンマド没後のカリフの選出にあたってアリーは、ムハンマドの葬儀を理由に参加せず、またアイシャは妻であるにもかかわらず、葬儀への参加を拒否され、アイシャは強い不満を抱いた。そして、ムハンマドの娘であるアリーの妻ファーティマへの遺産相続は、アイシャの父であるアブーバクルに認められず、アリー夫妻には不信感が残った。 第三大政党カリフ・ウスマーンの死後にアリーはカリフに衰退されるが、カリフ就任の要請を一度拒み、ズバイル、タルハラ・メッカの政敵がバヤを行った後に即位した。アリーは、アブーバクルとウマルの取っていた政策に消極的であり、ムハージルーンからメディナに移住したイスラム教徒よりもアンサール寄りの立場を取っていた。即位したアリーは、ウスマーンの暗殺に関与したべての人間に恩赦を、 あたえ、多くのウマイやけ出身の総督を更迭した。こうした、アリーの対処に、ウマイやけは、不満を抱き、メッカに居住していた、アーイシャの元に集まった人間はアリーに、ウスマーン暗殺害の責任をと運動を起こした。ズバイルとタルハは一度アリーに、バイヤーを行ったが、メディナを抜け出して、メッカのアーイシャと合流し、アリーがウスマーン暗殺の黒幕であると言い立てた。アイシャ、 ズバイル、タルハは、ウスマーンの地の復讐を大義名分とし、656年10月に、ウスマーンの支持者が多いバスラに入場して、彼らの助力を期待した。バスラへの進軍中、タルハ、ズバイルは、イエメンのカーブ、ラビーヤの、ムンズル、バスラのアフナフラに協力を求める書状を送ったが、色良い返事は得られなかった。当初バスラの住民は、アリー、 愛者のいずれを支持するかで意見が分かれていた。しかし、アリギからバスラの統治を命じられていたウスマーン、ブンフナイフは投獄され、イスラム教徒同士の戦闘の抑止を試みたサハーバのフカイム・ブンジャバラはアタルハによって殺害される。フカイムが殺害された後、タルハとズバイルはバスラに潜伏していたウスマーン暗殺の関係者を処刑し、バスラを完全に掌握する。 ズバイルとタルハ以外に、第二代カリフウマルの子アブドゥッターもメディナを脱出しており、アブドゥッターが、ウマイヤ家のムアーウィアの統治するシリアに向かったことに、アリーは衝撃を受ける。当初メディナの住民は、ムアーウィアの報復、アーイシャラ反乱軍の攻撃を恐れていたが、アリーの鼓舞によって勇気を奮い立たせ、戦列に加わる。アリーは、ウスマンの政策に不満を抱いていた。 アラブ人が多いクーファに移り、アーイシャラに対抗した。アリーの移動に先んじて、アリーの副讐であるアシュタルは、アリー軍への参加を呼びかけながら、クーファに向かい、クーファで、アリーの受け入れの準備を整え、12000人のクーファ市民がアリー軍に参加する。656年12月、バスラ郊外のワーディサブアで、アリー軍と反乱軍は退治する。アリーがタルハに、 バイアの不利子をなじると、タルハは、先のバイアは脅迫されていったものだと言い返した。また、アリーは、ズバイルの多くの非を指摘した後で、ムハンマドの、何時が不義をなしている時に限って彼と戦うものであるという言葉を引き合いに出し、ズバイルは、軍の引き上げを了承した。しかし、ズバイルは、息子のアブドゥッラーの言葉を入れ、再び、アリーと退陣した。戦闘の前夜にアリーは、 反乱軍の説得を試みて和解を呼びかけ、一度は反乱軍も提案を聞き入れかけた。しかし、夜間に処罰を恐れたウスマーン暗殺の参加者たちは反乱軍の陣営に襲撃をかけ、反乱軍はアリー側の攻撃と誤認して戦闘の準備を再開する。そして反乱軍の動向を知ったアリーは彼らに和解の意思がないとみなして改戦を決意した。 戦闘中にタルハは流れ屋による出血によって、落命し、ズバイルはメディナに退却する最中に殺害される。昼過ぎ、アーイシャは腰をつけたラクダに乗って、戦闘の中止を呼びかけ、一度は戦闘が中断されたが、ウスマーンの殺害者たちがアーイシャに攻撃を加えたために戦闘は再開される。アーイシャは、アスカルという名のラクダに乗り、陣頭に立って、 クレナイのカゴの上から味方を拳し、アリー軍を罵倒した。アスカルの周りで激戦が起き、アリーの兵士がラクダに矢を追いかけた時、70人ほどの反乱兵が身を、停止してアーイ社を守り戦死する。この様子を見ていたアリーは、ラクダの足を攻撃するよう命令し、反乱軍が逃走した際に、ラクダの日鏡が切りつけられた。ラクダのカゴは取り外され、アーイ社は捕虜となった。 反乱軍の兵数は約3万人、アリー軍の兵数は約2万人であり、戦死者は両軍合わせて1万人に達した。戦利品はバスラの回収モスクに集められ、アリーは事故の衣服と判別できるものは持ち帰っても良いと告げた。アリーは戦死したズバイルとタルハに対して哀悼を捧げ、手厚い葬儀を行った。ズバイルを殺害した兵士は処刑され、 自分の元に届けられたズバイルの件を見てアリーは短足したと言われる。アーイ社は、失席を受け、40人の次女といとこのムハンマドを、つけられて、メディナに送り返された。クーファーに拠点を置いたアリーは、敵対勢力の不満を解消するため、広告を開いて、現金を支給する。ウスマン時代に任命された、地方総督の大部分は解任され、あるいはアリーに、バイヤーを行ったが、 シリア総督のムアーィアは、ウスマーン暗殺の犯人の処罰を求めて、バヤを拒絶した。メディナのアーイシャは、信者の母として、ムハンマドの原稿を語り伝える平穏な余生を、過ごした。また、ズバイルの子の一人である、ウルワはアーイシャに指示し、学級に身を、捧げた。タルハの墓は、バスラに置かれ、多くの市民の信仰の対象となった。 ラクダの戦いは初めて起きたイスラム教徒同士の戦闘であり、行為の共有たちの構想は、後世のイスラーム思想史における争点となる。この戦闘は、単純にアリー派とアーイシャ派の派閥構想と解することはできず、カリフの役割、ウンマのありさまについての意見の違いも、武力衝突の背景にあったと考えられている。後世ではシーア派に対するスンナ派の戦いの、 象徴とも捉えられ、ブワイフ朝時代には、バグダードのスンナ派の住民がシーア派の住民を挑発するために、ラクダの戦いを演じたこともあった。ありがとうございます。